様々な揚げかまぼこ揚げかまぼこは、魚のすり身を調味、加工して揚げたものの総称。魚肉練り製品、かまぼこの分類の一つ。揚げかま、天ぷら、天ぷら、甘根、漬け揚げ、はんぺんとも称される。なお、天ぷらと呼ばれることがあるとは言っても、普通の天ぷらのように小麦粉や鶏卵で作った衣を使うことは稀で、衣を使わない素揚げか、フライカツコロッケと同様に、 パン粉を衣にした魚カツがほとんどである。代表的な製品は、すり身に調味料を加え、成形して素揚げしたもの。その他、ごぼう店、ウインナー巻きなどすり身を巻いたもの。すり身で包んだ爆弾かまぼこがある。また、フライにしたカツレツ製品もある。使用される具材により、ごぼう店、じゃこ店、白店など胡椒が分かれる。薩摩地方のものは、当地で、 つけ揚げと呼ばれるが、関東地方では、さつま揚げ、関西では、天ぷらとして販売されており、この名称を使用する場合もある。揚げかまぼこが主流である、沖縄県では単に、かまぼこと呼ばれるが、蒸しかまぼこと区別する場合は、方言で、ちきあぎと呼ぶ、ごぼう天など揚げかまぼこを使ったおでん。おでん、煮物、鍋物、酒の魚、弁当のおかずなど、 ハット ABC 全国かまぼこ連合会かまぼこ製品図鑑ありがとうございます。